森坂陸選手対篠塚拓選手の一戦です。おめでとうございます。2023年10月21日ダブルメインイベントで行われましたクラッシュフェザー級タイトルマッチ、挑戦者篠塚拓選手が王者森坂陸選手と果敢に打ち合い、判定2対0で初対戦となりました。お互いの闘志あふれるファイトは観客をまさに魅了した一戦でした。おめでとうございます。どうぞステージ奥までお進みください。プレゼンターはクラッシュエヴァンジェリスト石川直樹様よりお願いいたします。なお篠塚選手は欠席となります。それではトロフィーと目録が贈られます。森田選手、まあ、この試合負けてしまった試合だけど非常にいい試合だったです。おめでとうございます。この試合はですね、僕もあの毎回、試合の前に解説あのクラッシュの解説をやらせてもらってるんですけど、解説の準備をするときにですね、森坂陸対篠塚拓どっちもですねトリッキーで、ファイトスタイルも、発言もですねトリッキーな2人がどういうふうな試合になるのかなと思ったところですね、確かに試合もその通りトリッキーな、展開が非常に面白い展開になりました。最終ラウンドですよね、篠塚選手のパンチまとめたところが試合のジャッジの転機になったのかなとは思ったんですが、この後ですね森坂選手が引退をほのめかしているところではあるんですけど、その辺もですね僕は非常にファンのみんなも楽しみにしていると思うんですけど、この後ですね森坂選手どんなコメントしてくれるかもちょっと期待して楽しみにしてます。改めておめでとうございます。石川様どうもありがとうございました。それでは森坂陸選手より今のお気持ち聞かせてください。はい、スジムの森坂です。そうですね、まあ、去年の10月の試合で、ベルト防衛1回もできなくて、まあ、失ってしまってから引退を決めました。まあ、クラッシュのベルトを取って僕はやっぱ K1 のベルトを取りたかったんですけど、ベルトを取った時からもうあのクラッシュのベルトを失ったら僕は潮時だなっていうので、あの引退することはもう決めてました。はい。でまあ、全然調子悪かったとかではなくて、ちゃんと、まあ、有言実行というか打ち合いはできたと思いますし、まあ、しっかり今自分ができることをやって出し切って負けた試合なので、まあ、よく SNS で悔いあるんじゃないのとかいろんな人に言われるんですけど、全く、悔いはないです。まあ僕自身のお話ですけども、まあ、プロで、17歳から高校2年生でムエタイでデビューして、そこから2年後に K1 グループ19歳で突っ込みました。で、まあ、その時プロデューサーの宮田さんが僕のキャラを買ってくれたというか、まあ、そこからクラッシュ、まあ、カオスから始まってクラッシュで、時には K1 で試合させていただいて、まあ、最終的には一番の最初の目標だったクラッシュのベルトを取ることができました。はい。なので、ちょっと引退後はそうですね、まあ、あと1試合は引退試合としてやりたいと思ってるんですけど、まあ格闘技生活にそれでは悔いはないので、最後1試合勝ち負け関係なく、やってから綺麗にリングを降りようと思います。今後やりたいことはもう決まっていて、まあ、僕の SNS をこう見てくれてる人だったら分かってくれてると思うんですけど、まあ、ある意味飲食業ですね。僕自身今年お店を始めます。はい。まあ、第二の人生で格闘技とは全く別になるんですけども、まあ、ぜひご注目いただけたら嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは宮田プロデューサーからもコメントをいただけますか。森坂選手お疲れ様でした。10月の大会が僕がまあちょっと3年ぐらいちょっと K1 グループルースしてて、復帰してねちょっとして10月大会で森坂選手の防衛戦で篠塚拓っていうちょっと悪の強いというか、まあ、ギラギラした選手と対照的で
ベストバウトに選ばせてもらったのは名イベントでタイトルマッチ、フェザー級のタイトルマッチっていうのもあるんですけど、あのズバリ言ってチケットがよく売れた大会だったんで、まあ興行という側面で、あの森坂選手と篠塚選手の戦いがすごくファンの人にね注目集めて、その上で、いい試合だったというところが選ばれたポイントかなと思います。引退を表明して、SNS でね表明して、年内6月とか7月にあの1試合だけ、森坂選手後楽園のリングで試合したいっていうふうに言われております。まあ、本人は勝っても負けてもって言うんですけど、まあちょっとやっぱプロの公式戦なんで1試合やらなきゃよかったなぐらいの後悔させるような相手をちょっとしっかり用意して、森坂がそこでね勝つか負けるか勝負なんで、最後の試合森坂選手おそらく6月7月の後楽園のクラッシュで見られると思うんで、ぜひ皆さん注目見に来てください。森坂選手、おめでとうございました。そしてひとまずお疲れ様でした。ありがとうございました。それではご講談ください。